スピード速すぎて教授の首グイーンなってんじゃん。あー、つながったー。点と点ガッチンした今。突然車の前に飛び出してくるなんて思いもしなかったからね。あ、それを引いたのが教授だったんだ。ちゃんとかもしれない運転しないからですよ。そうだよ、一番大事って教わるからね、教習所で。いや、まあ、あんなに急に飛び出されたらかもしれない運転でも避けられないと思うぞ。まあ、うん、それに関してはこっちが悪いよ。だって死のうと思ってたんだもん。はいはい、言い訳オツでーす。仲良しだな、この二人。古本、そんなことより体は大丈夫そうかな。どこか痛いところはないかい？胸が痛いです。それはよかった。頭を強く打ったようで。4時間？え？たった4時間なの？なんか、え、数日間かと思ったわ。本当にヒヤヒヤしたよ。先生、僕、ドクター呼んできますね。ありがとう、トマソン。頼んだよ。かしこまいいな、これ使おう。かしこま、なんか言われたらかしこまって言うわ。ピキーンって。私もなんで安心したら便宜。ちょっとトイレに行ってきてもいいかな。どうぞ。では少し失礼するよ。どうなるんか。ワルッチ、あんた何やってるの。お母さん、お父さん。おい、ワルッチ、大事、無事か。あ、担任か。先生まで？ということは、そうだよ、いるよね、多分。ピピミピーコ。あんたって子は、親よりも先に行こうとするなんて、そんな上不幸者に育てた覚えはないちん。だって、お母さん鬼滅の刀見るって言うから。が、お母さんが僕ちんを抱きしめた。うわ、本当に、本当にバカな子ちん。あんたって子は、お母さん、お母さんの目から与える。あ、俺ね、あの、こういう家族もの弱いの。もうバカゲーで、ちょっとやだ、やめてよ。ボクちんの服を濡らした。お母さん、苦しい。あら、私ったら。ファルチ、本当に無事でよかった。あんたが車に飛び込んだって連絡あって、お母さん、心臓じゃない、飛び出るのは。膵臓から行くの。結構下の方だよ。お母さん、ごめんなさい。僕ち、うん、謝るのはお母さんの方ちん。先生と友達から、友達じゃねえ、そんなやつら。話は聞いたわ。あんたが悩んでることに気づいてあげられなくて、母親として恥ずかしいちん。血のつながった家族として、誰よりも一番に気づいてあげなきゃなのにね。ダメなお母さんで、ごめんなさいちん。ダメなお母さんって思ってるなら、ちんはやめた方がいいと思う。これからは家事やテレビのことばかりじゃなくて、ちゃんとワルチのことを一番に優先するって約束するチン。お母さん、お母さんがボクチンのお母さんでよかった。もうあんたって子はこれ以上親を泣かせるんじゃないよ。ごめんなさい。ワルチいいやつだな、普通に。さあお前らだ。ワルチ、本当にすまないことをした。対等な立場ではない、立場でないといけないと言っておきながら、お前の話を信じてやれなかった。まあね、でも本当に対等であろうとはしてくれてたんだもんね、多分。もっと詳しく話を聞いて判断するべきだった。ああ、先生はやっぱり、私は教師失格だ。こんなことになってしまって、本当に申し訳ない。いえ、気にしないでください。できた子。悪知できた子。僕ちんが先生の立場だったら、きっと同じように対応していたと思います。まあ、そうかもしれんな。なので、もう謝らないでください。悪知、ありがとう。今後は教師として、人として、すべてに平等であれるよう努めるよ。いい先生じゃないの。お前らマジで。は？お前ちょっと。ワルチ、あんた、車に飛び込んだんだって？うん。それってさ、私たちのせいなんだよね。お前らのせいでしかねえ。私たちがワルチのことをいじめてたから。本気で死ぬつもりだったわけ？うん、そうだよ。あんた。バカとかお前が言うなよ。死んじゃったらそこで試合、安西先生みたいなポジションに立とうとするな、お前は。悔しくないの？それそっち側が言うセリフじゃないだろ？いじめられっぱなしでさ、あんたって本当何考えてるのか、見てて、あ、なんでこいつ喧嘩売ってんのか？おい。なんだこいつ。言いたいことがあるなら黙ってないでちゃんと言いなさいよ。ピーコ、少し落ち着きなさい。いや、お前黙ってねえで、ちょっと。だから一緒にいじめて。少し黙ってと言ってるの。何何？ピーコの言う通り、ワルチ、
あなたのはっきりしない態度はあまり好ましいものではなかったわ。これさ、担任とお母さんいる前で言ってんのこいつら。正気か。マジかこいつら。あまり好ましいものではなかったわ。何を言っても何もしてもあなたの反応は薄くて、嬉しいのかそれとも嫌なのかわからなかった。だからってエスカレートしていいわけじゃないぞ。あなたに直接気持ちを言っても曖昧な返事ばかりで、それお前らが言いづらいような雰囲気作るからだろ。はっきりと答えてくれなかったわね。そんなあなたの態度に苛立ちを覚え、一緒にいるとストレスを感じるようになった。あのね、ストレス感じたら離れればいいんですよ。なんで近寄ってきたんだよ。友達やめようぜお前ら。最初は軽いストレス発散のつもり、ストレス発散カラオケにでも行ってこい、意地悪を始めたけれど、次第に感覚が麻痺していって、だんだんとエスカレートしてしまった。その結果あなたを追い詰め、まさかこんなことになるなんて想像もしてなかった。ワルッチが死んでしまうかもしれない、そう聞いた時、私たちがしてきたことがどんなにひどいことだったか、ようやく気づくことができた。ワルッチ、本当にごめんなさい。あなたの命までも奪ってしまうところだったこと、謝って許されることはないのは分かってる。もちろん許してもらおうなんて思わない。だけど本当に悪いのは私だけ。ピーコ、あれ、なんだお前急に好感度上げに来たのか。だからどうかピーコのことは許した。いや、乗っかってただけも結構悪だと思うけどな。ちょっと待って、何言ってるのピーミちゃん。ピピミちゃん、私だって便乗してワルチのこといじめてたわけだし、ピピミちゃんだけが悪いわけじゃないよ。同じくらい、いや面白半分でやってたからピピミちゃんよりもひどいかもしれない。まあまあまあ、いいえ、私が始めたことだから全ての責任は私にあるわ。それは違うよ。なんだこれ。いやだからそれは私が。ストップ俺さ、あのダチョウクラブさんみたいな。じゃあ俺がどうぞどうぞっていうやるのかと。はい、僕ちんにとっては2人とも同じくらい悪いよ。まあそうだね、今までいじめられてきたことは簡単に許せるものじゃないし、正直2人が憎い。憎いよ。うん、めちゃくちゃ憎いですね。でもこうなってしまったのは僕ちんにもできた子だね。バルチできた子だね。バルチん、できた子だね。僕ちにも原因があったんだって。僕ちの態度が2人をそんなにもイライラさせてしまっていたなんて思ってなかった。2人ただなんとなく僕ちのことが嫌いでいじめているんだとばかり思っていたから、こうやって2人が話してきてくれたことでそのことに気づくことができた。やっぱり気持ちは言葉にして相手に伝えないと伝わらないんちにね。今まではっきりと気持ちを伝えられなくてごめんなさい。これから僕ちんもちゃんと気持ちを伝えられるように努力しようと思う。二人のことが大嫌いでーす。だからまた友達として仲良くしてもらえると嬉しいなって。うん、バルッチがそんなこと言ったらさ、バルさんがめっちゃ悪いやつみたいじゃん。バルッチ、それがあなたの気持ちなのね。その言葉が聞けてとても嬉しいわ。もう友達としての関係が終わってしまうと思っていたから。お前ら友達だと思ってなかっただろ絶対。もちろん私も同じ気持ち。本当か。また同じ仲良くできたら光栄だわ。はあ、しょうがないね。ピピミちゃんもこう言ってることだし、ワルチがどうしてもって言うなら仲良くしてあげてもいいけど。ツンデレだけど、ツンデレなんだろうけど、今じゃないぞそれ。空気を読め。だからこれからはちゃんと自分の気持ちを言いなさいよ。友達なんだからさ。え、なんかこいつらめっちゃなんだ、え、俺だけ、なんか俺が天の邪鬼だけ。なんか全然許す気になれないんだけど。二人ともありがとう。まあ、ちゃんと反省してるから許そうってことなのかな。病室前。さあ、お、なんだかずいぶん盛り上がっていて入りづらいですね。そうだね、ドクターには知らせたし、私たちはお邪魔虫のようだから退散するとしようか。あ、待って、お前でもとりあえず引いたは引いたんだから、こっちが悪いとはいえね、引いたんだからこれ多分請求できるよね。多分金ちょうだいよ。逃げんな、引き逃げか。一時はどうなることかと思いましたが、なんとか大丈夫そうでよかったです。引き逃げではないか、ちょ病院来てるもんな。あ、そう、治療費とか医者料とか大丈夫なんですか。先生のような低所得者に払えるんですか。ははは、こんなこともあろうかとちゃんと保険に加入していたからね。素晴らしい。保険？どこの保険ですか。自動車保険といえばアクスダイレクトだよ。え、あの万が一にも事故
万が一の事故にも24時間365日対応してくれるアクセダイレクトですか。先生のことは低能ゴミクソうんちだと思う。おい、言い過ぎだな。を選択するとはなかなかやりますね。お金もらってる。案件、またこれもやっぱり自動車保険はアクサネクトですね。そういえばトマソンたち戻ってこないな。トマソン、学校のお友達ちん。うん、同じクラスの。ん、うちのクラスにそんな名前のやついたっけな。いないよ多分。あ、トマソンですよ。マリオ。言うな言うな言うな。お前それ散々隠してきたんだぞ。言うなよそれは。そんな子いたかしら。私も知らない。え、やっぱり全部ボクチンの妄想だったのかな。あら、もうこんな時間、ヒルナンデス始まるから。お母さんテレビより僕優先するって言ったよね。ヒルナンデス見んの、録画しとけばよくない。私もそろそろ失礼するよ。私にも帰るわ。じゃあね。お前ら結構サクサク帰るな。また学校で。いやまあいいんだけどね、一人で病室。まあいいけど、ゆっくりしたいけどさ。なんだかいろいろあったけど、これでよかったのかな。早いな、寝るの。のび太くんか。あ、安心。あ、ごめん。寝たのかと思っちゃった。お腹減っちゃったのね。ごめんごめん。食べるものないかな。あれ、何かポケットに入ってる。あ、え、え、じゃあ、嘘。え、嘘。え、じゃあさ、え、嘘。え、あの駄菓子屋はあるのかな。え、嘘。え、これ何、終わり。うわー、ああ、びっくりした。なん、お前かい。高野アフロさん、ありがとうございました。めちゃくちゃすごい。え、これ A 全部やってるの？すげえ。才能マンだな。うわー、すごい。ライトくん。え、めちゃくちゃ面白かった。え、だってさ、え、俺、ただのバカゲーじゃないね、これ。神ゲー？いや、その真っ黒クロスキーみたいな、結局絶対に食べちゃダメだと思うんだけど。あ、バー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 。いやー、これマジで面白かったなー、すごいわー。ああ、中華の全部乗せの人、火の字。いやー、本当に、いや、このゲームってさ、まあ前作のね、トマソン、ん？違う、ロマニー教授とクリームシチューっていうゲームのまあ2作目というか、うん、第2弾というかっていうゲームで、まあ、今回遊ばせていただいたんですけど、もう何年か前のゲームになるんだけどね、遊ばせてもらって、まあ前作の感じでめちゃくちゃ笑える。おお、待って、こんなシーンあったか。俺が回収できてないだけこれ。今回の件で私は免停になってしまったから君に運転を任せているわけだが、トマソン、いつ免許を取ったんだい。え、ああ、それなら昨日取ってきたんですよ。昨日、いつの間に教習所に通っていたんだい。教習所なんて行ってないんですよ。ぶつけ本番で免許センターから免許を奪い取ってきた。奪い取ってきた。本当に大丈夫なんだろうね。任せてください。マリオカートで磨いた華麗なドリフトテクを披露してやりますよ。スピード速すぎて教授の首グイーンなってんじゃん。G に負けちゃってるんじゃん、首が。公道でドリフトは NG だよ。まあ、くれぐれも安全運転頼むよ。もう事故はこりごりだからね。ふん、先生のように人を引いたりしないので。運転なんて目はつぶっていてもできますよ。ほら、見てください。この通り。トマソン、本当に目はつぶるんじゃない。前を見るんだ。うわぁ。いや、いい終わり方。オチもしっかり聞いてる。何これ、え、神ゲー来た、これ。はい、ということで、トマ、やっぱこれ気になるよね。ごめん、こっちもやるわ。死にたいって選んだ時どうなるのか。死にたい。命を大切にしない奴は大嫌いだ。3。死ねえ、死ねえ。なんちゃって。ワレスさんが決めたことですから、僕はとやかく言うことではありません。辛かったら逃げていいんです。無理して辛い世界にいる必要はありませんよ。そうだね、必要ないね。うん。トマソン。うわ、気持ち悪い。一緒に死に狂いましょう。気持ち悪いな。死に狂うって何？
何する気？もうちょっと幸せに静かに行かせて。うう、ワルッチ、親よりも先に行ってしまうなんて。ううこの度は突然のことで。先生、私には分からないです。なぜあの子が自ら命を絶ったのか。先生はバルチから何か聞いていないちん？例えば何かに悩んでいたとか。私には何も。いや、お前は聞かなかったんだろ。おい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 、汚ねえ大人たちだな。おいおいおい。そうですか。今さらいじめがあったなんて話すのも酷だ。黙っていいよ。黙るな黙るな。一人で悩んでいたのかもしれませんね。根はそういうやつってこと？ワルッチが無事に生き返ったから悔い改めようとした。なんかそれもなんかあれだな、ピピミちゃん。ワルッチが自殺したって。ええ、そうらしいわね。私たちのせいかな。何を言っ、やっぱ少年はそういうやつらなのか。そんなわけないじゃない。ワルッチが自ら死を選んだだけ。ただそれだけよ。私たちはいじめられてたから。違うわ。違う違う違うに決まってる、ピピミちゃん。後味が悪い。